東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。兜町の交差点、これ茅場町の交差点って言うんですけどね、はい、そうですね、ちょっと曇ってるようですね。はい、気温の方はまあどちらかというと、まあ、涼しいまではいけませんけどもね、ちょっと低めですよね、はいはい、まあ、過ごしやすい感じになってます。東京は永代通りと平成通りの交差点にあるですね、はい、内藤証券の、はい、スタジオ7110からということでございます。浅井さん、よろしくどうぞ、はい、今日はどんなお話。そうですね、今日もですね、今日先週末ちょっと銘柄の方は配当利回り関係のちょっとお話したんですけども、話しきれなかった分をちょっと詳しくお話しようかなという、はいはい、いうところもございます。はい、まずはそれでは今日は、はい、まずは今週の予定からですけども軽く言ってみましょう。はい、今週の予定ご覧の通りでございます。FOMC が26、27とございまして、結果発表は27、そしてやっぱり一番注目されるのは日銀の金融政策決定会合ですね、28から29でございまして、まあ、市場がまあ期待できる、まあ、金融緩和 の、 手段もかなり限られてきてますけれども、出てくるかどうか、まあ、どちらかというと、この結果発表される29日の昼前後ですけれども、そのあたりで、一旦材料で尽くし感から、利益確定売りになるかなという感じもいたします。はい、さて、アメリカの GDP の4、6月の速報値が金曜日に発表されまして、前回 1.1% 年率伸びのプラスの予想がですね、今回は 2.6% と、まあ、改善する予想でございまして、まあ、そうなってくると、まあ、高値圏にあるニューヨークダウ、ちょっとまた金融政策の問題でですね、上値がちょっと重くなってくる可能性もあるかとは思います。はい、はい、為替の動向ですけれども、為替の、円相場の方はですね、戻ってきたところ、ちょっとやっぱり株価と同じように頭打ちにはなってます。円安方向に動きまして、7月21日の107円49銭の107円台まで入ってですね、まあ、この辺でちょっともみ合いそうな感じですね。日経平均株価はご覧の通りで、この1万7000円台後半からですね、1万6000円台後半から1万7000円前後前半にかけてのところ、かなり、年初からもみ合いの中心ゾーンになってますので、やっぱり売りもちょっと多くなって、頭が抑えられている形になってます。週足で見るとこのような形で、この下降中のこの26週線、まあ、半年間の平均コストでもあるんですけども、1万6385円を上回ってまいりました。ということで、まあ、これをまだこれ下向きなんですけれども、それぞれの移動平均がですね、まあ、この辺で持ちこたえられるかどうか、値固めにするにしてもですね、値段保てるかどうかっていうのを注目されるところです。まあ、上昇転換に移れるかどうかっていうところですね。ニューヨークダウはご覧の通り非常に高値圏で堅調な推移、ナスダックも同様でございます。はい、WTI の原油先物はちょっと軟調気味に推移してますね。資源価格もちょっと、まあ、ものによっては一服している形になってます。といったところで、ずっとこう見てきまして、株価の方はですね、まあ、ちょっと戻りに抑える状況で、ここから一段高上に行くかどうかっていうのが、まあ、この辺粘れるかどうか、前の高値をですね、更新できるかどうかっていうのがちょっと注目されるところであります。さて、企業決算の発表を今週から本格化します。特にまあ後半から本格化するんですけれども、ご覧の通りこの情報修正銘柄と下方修正銘柄アナリストのですね、それの比率を見てみたところ、この 0% 以下で大きく、7月15日、7月の第2週でしょうか、ここでですね、大きくその下方修正銘柄の比率が増えたというところで、これが2012年の10月以来の修正の比率、下方修正銘柄が多い比率になりました。ここはですね、為替が70円台でずっとしばらくずっと推移してて、まあ、かなり企業業績厳しかった、輸出関連企業業績厳しかったんですけれども、それで下方修正かなり、決算発表前に行われたんですね。中間決算発表前に、今回も第一四半期の決算発表前に大きくその下方修正を先取りする形で、アナリストの予想も下振れしてきたという方でございまして、まあ、決算発表
今週末から本格化しますけれども、この本格化する決算でですね、悪いのが出てもこれ一旦織り込み済みで株価の方は一旦上に向かう可能性はあるかなというふうに考えております。ったところで、そうですね、需給動向ですけれども、海外投資家の売買動向、海外投資家が2週ぶり、といっても、まあ、2週前は非常に小幅の買い越しだったんですけど、ここですね、3511億円の買い越しです。これが先々週ですね、というところで、信託銀行は11週ぶりの売り越しで、小幅の売り越し56億円たった56億円の売り越しだったんで、まあ、ニューヨーク株がですね、高値圏で推移してきて、リスクも取りやすくなっておりますので、海外投資家は再び日本株出遅れ、日本株の方に、なんて言いますか、買いを入れてくれるかどうかというので、まあ、ちょっとこれ、この3511億円の買い越しには注目したいところでございます。はい、はい、それでは業種別の株価指数の動向をいつも見ていただいてますけれども、まあ、大型のですね、経済対策が期待できる建設株は比較的、まあ、一旦内需系弱ったといっても堅調で推移しております。他の情報通信でありますとか、ディフェンシブ系の医薬品小売りでありますとか、陸運っていうのはちょっと軟調に推移してますね。それから電気が引き続き上向き、対トピックスで堅調な推移が続いています。輸送用機器、自動車も同様でございます。若干ちょっとその市況関連であります、素材関係とか鉄鋼海運、ちょっと下向きになってますね。ったところが、まあ、最近の動向でございます。業種別の騰落動向は最近のところですね、まあ、今日も上がってますけども、円高メリットのパルク紙とかそういうのもございまして、あと建設なんかが3位、それから金融株で保険でありますとかも、保険とかですね、まあ、そういったところも上位に出てきました。あと、まあ、やっぱりどちらかというと、そのボトムからの上昇率、どちらかというと景気敏感株がやっぱり中心にはなってきているかなと。逆にそのディフェンシブ系、食料品とか小売りとかですね、まあ、医薬品とか、こういったのがちょっと買いになってきているというのが、まあ、最近の特徴です。さて、銘柄なんですけれども、その銘柄の方、これから、まあ、ちょっと気が早いんですけども、この8月末そして9月末に配当を行う銘柄、中間配当も含めてですけれども、比較的、通期の配当利回りが高い銘柄をピックアップしてみました。はい、先週末もちょっとやりましたけれども、ちょっと銘柄変えてます。さて、ご覧の通りでございまして、この16年8月に中間決算、だから2月決算の銘柄ですね、本決算の銘柄で、8月中間決算の銘柄でいきますと、モレスコ、これは自動車とかハードディスク向けの特殊潤滑油の会社でございまして、紙を持つ用の接着剤の中もやっています。 ROE が 12% 台と高収益でございまして、こちらの方が通期の配当利回りは 3.3% でございます。あと、ホットモットと弥生県をやっておりますプレナス、こちらの方も中間期ということで、8月の中間期で30円の配当、通期は 3.46% の配当利回り。それから9月本決算、9月に移りまして、9月末の配当は9月本決算、まずノエビア、この星印ついているのは中間配当ですから、その3月の中間期に配当がなくて、9月にまとめて配当を行う銘柄です。ノエビアと省エイ、ノエビアは化粧品ですね、中堅、時薬品工業などドリンク剤なんかもやってます。省エイ、こちら二輪車のヘルメットで、海外比率は 75%、 こちらの方は丸々ですね、100円62円と配当を行いまして、 3.11%、 3.82% の配当利回り。東洋テクニカは一部になりますけども、それでも通期は 3.41% の配当利回りです。東洋テクニカはちなみに電子計測器の専門商社でございまして、輸入品が中心の扱いで、円高メリットはございます。あと住友電設が、こちら住友電工の系列で、電気工事の会社、大型ビルとかがの関連工事が好調です。 ASEAN に展開しています。 NEC ネッツネス I は通信会社向けのシステム構築の会社で、もちろん NEC 系でございます。こちら、ここからはですね、中間期、9月の中間期の配当になりますね。それから大日製菓工業、こちらが顔料陰気の大手でございます。合成樹脂の塗料剤、塗装剤とかをやっている会社で、最高益更新の予想でございます。あと、まあ、ご存知
治武田薬品工業が出てまいりまして、今日ですか、ですね、和光純薬、創薬用の検査薬ですね、の国内トップの和光純薬を売却方針との報道がございまして、非中核事業を切り離して、新薬の開発など中核事業に集中する構えというのが報道されました。あと CTC は糸中継のシステム構築サービスでございます。こちらの方も 3.05% ですね。あと2番目コニカミノルタ、こちらの方はですね、先週末ちょっと触れましたけれども、事業説明会がございまして、木曜日にございました。超高感度POCT システム、こちら心筋梗塞の早期診断を高精度 で, です、ね、低コストで行うという、事業を行う、事業を展開するというのと、あと高感度細胞組織解析システム、難しいですけども、がん細胞から出るタンパク質を高感度定量的に検出する技術、を開発してまして、例えば最近オノ薬のオブジーブという分子標的薬がありますけれども、これの開発なんかに使われるということで、それをですね、開発期間を短縮化などしてですコストを非常に大きく削減すると、そして医療品、値段を薬品の値段の下げるのに貢献して、医療費ですねの低減にも貢献するというので、他社にない技術を使って新製品をこれから出していくというので、そういう発表がございました。あと JCU、 こちら、メッキの会社ですね、メッキ表面処理剤薬品メーカー、あとレオン自動機、これは製パンとか包あん剤とかを作っています。食品の機械で最高益更新ですね。あと三洋電機、こちらはロボットとかのサーボモーターとかデータセンターの冷却ファンなどを作っています。あと電装ネットワンシステム、そして、リンテック、フィルムのですね、フィルムの会社です。それから、三井住友フィナンシャルグループ東京海上ホールディングスという形で、3% 以上の8、9月期配当実施銘柄ということで、ちょっと選択してみました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。いずれも 3% 4% のですね、配当利回りとこういうことでありますので、ちょっと調べていただければというふうに思います。はい、株下7110から内藤証券浅井陽三さんに伝えていただきました。